えーと日本国内オンラインショッピングサイトの売上ランキングが1位が楽天で2位がアマゾンなのですがアマゾンが楽天に負けた理由はなぜだと思いますかアマゾンはクソな商品が消えないから、えー、楽天は創業者の三木谷氏の不祥事で株価が下がっていますが今後アマゾンに楽天勝つ可能性あると思いますかあの結局その,あの某国の人がやってるようなすげえ不安定な商品が普通にアマゾンって売られちゃってるんですよね。 で、あの、レビューが、まあ、その、あの割とその、熱つ造できるという部分もあって、なんか高評価なんですけど、買ってみたら全然違うものが来ました、みたいなのって、a z o n 結構あるんですよ。で、楽天って割と、あの、確率論でいくとそれが少なくて、まあ、きちんとそれなりにまともな商品来るんですよね。あの、ちゃんとその、日本の会社がこういう形で登記してやってます、みたいなのを、日本の法律を守って、あの、 要はその日本の場合ってあの通販やる時ってこの会社です住所はここです問い合わせはこれですっていうのを表示しなければならないっていう法律があるんですよ。なのでそれに沿ってあの登録できるような会社のまともなところしか楽天ってないんですけど。Amazon って アマゾンの中で売ってるのであくまでアマゾンが売ってるという体なので売り主が誰であるどこに住んでいる問い合わせの連絡電話番号はどこであるというのを書かなくてもよいというのがあるのであの特徴法ですね。なのであの某外国であろう日本語があやふやな人というのが結構物を売ってたりして買ってみるとクソみたいな商品が来ることが多いんですよ。 でただアマゾンはちゃんとしてるのはこんなクソみたいなのが来たぞっていうとちゃんとあのお金返金してくれたりとかあのちゃんとまともな商品を送ってくれたりっていうのがあるのでお客さんは損しないんですけどなのであのそのオンラインショッピングに慣れた人であればまたクソが来たわっていうのでアマゾンに問い合わせしてこの会社クソだわ返金しろやってるとすぐに返してくれるので結構便利なんですよだから僕アマゾン嫌いじゃないんですよねあのそのなんかどうでもいいものが来たとしてもこれ違うわで最近でいくと あのスイッチのあのこの横付けのコントローラーこれのあのなんかすごい安い店があったんですよ。であじゃあこれ安いから買うわーって言って買ったらあの外付けのコントローラーなんだけどああのねあのね充電えっとねその本来これって Bluetooth で繋がるんですよね。 なので、あの、話しても普通に動かせるんですけど、あの、Bluetooth で繋がらないっていう、しょうもないやつをそのメーカーが送ってきたんですよ。で、あの、のやつと違う、しょうもないやつが来たぞっていうので送、送その店に対して送ったら、いやいや、ごめん、間違えてたわって言って、間違えてたわと言いながら、しょうもないやつをもう一回送ってきたんですよ。 で、おいおいおいと思って、あの、その言ったら返金になったんですけど、返金になってお金は戻ってきたんですけど、しょうもないコントローラー2つうちにあるんですよ。いや、その戻さなくていいよって言われたから。っていうのがあって、そのなんか、あの、ただでしょうもないコントローラーが2つうちにあるっていうんだったりとか、あとあの、HDMI っていう、あの、パソコンの画面とかをテレビにつなぐやつがあるんですけど、で、あれを、なんかね、 1>, 1個買って動かなかったから、動かなかったよっていうのをイギリスの COUK のアマゾンで買ったんですけど、クレーム入れたら、あの、なんか4つ送ってきたんですよ。<laughs> あの、1個動かないんだったら4つ送ればどれか動くだりみたいな。<laughs> いやいや、確かに動いたけど、あの、こんなにいらないよって言って、なんか HDM ケーブルうちにやたらいっぱいあるみたいな。っていうのがあって、そのアマゾンは割とそういうね、お、面白い店に入ると、損はしないけど面白いリアクションがあるんですよ。 なので、ののこれがこの時期までに絶対必要っていうのであれば、アマゾンで買わない方がいいんですけど、ただなんか、時間もあるし、来なくてもいいしっていう余裕があって面白いものを買いたいときは、アマゾンは割と良いです、はい。なので、皆さんそういう感じでショッピングはあの使い分けるとよろしいのではないかなと思います。はい